ストーリーが楽しめます。悩める主人公をうまく操って自由へと導きましょう。チャレンジモードが楽しめます。限られたアイテムを使ってパズルを極めましょう。2人でバトルモードが楽しめます。さまざまなパズルを舞台に勝者を決めましょう。ネットワークでつながった相手とパズルが楽しめます。ゲームの各種設定を変更します。ストーリーが楽しめます。新しくストーリーを始めます。主人公と安全な悪夢に挑みます。主人公と簡単な悪夢に挑みます。主人公と安全な悪夢に挑みます。定番の味がお好みならこちら、シンプル個性ある味がお好みなら定番の味がお好みならこちらシンプル。それではキャサリンフルボディの世界をゆったりとご堪能ください。やっぱり赤はフルボディね。あら。夜空が満天の輝きに満ちる頃、素敵な物語をあなたと。皆さんこんばんは。ゴールデンプレイシアタースペシャルへようこそ。初めましての方もいらっしゃるのかしら。改めまして、案内役は私、ミッドナイトヴィーナスこと石田ルーです。ところで皆さんはこんな怖い噂をご存知？夜、落ちる夢を見た時、すぐに眠りから目覚めなければそのまま実際に死んでしまう。今宵ご紹介するキャサリンフルボディは、新たに生まれ変わった異色の恋愛ホラー作品。ある呪いに取り憑かれた男の恐怖と波乱の数日間を堪能していただきます。あら、キャサリンもそうだったって？言ったでしょ、今作はキャサリンフルボディ。このワインのように熟成され、重厚で官能的な仕上がりになっているわ。物語の主人公はヴィンセント・ブルックス、32歳。彼とても真面目で優しい男なんだけど、ある日恐ろしい悪夢を見始めてしまうんです。そして彼に襲いかかる誘惑の嵐。そんな中、さらなる人物が現れるの。この子とってもキュートなんだけど、どこか少し変わっているみたい。いや、なんだかとんでもない修羅場が待っていそうだわ。果たして彼、この人生の超山場を越えられるのかしら。
もしかしたらどこかで新たな扉が開いてしまうかもしれないわね。全ての結末はテレビの前のあなた次第。さあ、お待たせしました。いよいよ始まります。複雑な人生のマリアージュ、たっぷりとご堪能ください。それでは皆さん、また後でお会いしましょうね。セーフティーでは制限時間で足場が崩れないので安心。石を動かして足場にするんだ。一段ずつなら登れるだろう。この世界に存在する石は丸ボタンで掴んで方向を動かせる石と動かせない石が存在するので、まずはいろいろ試してみよう。石の動かし方を間違った時は L1 ボタンで安心。さらにセーフティーでは自動操作で登ってく。どうしても進めないときは R1 ボタンでオートプレイを使ってみよう。オートプレイはスタート地点からゴールまで操作しなくても自動で進めてくれる機能だ。好きなた。よしよし。よっ。よし。よし、ゲット。よし、ゲット。よし、よし、ゲット。動かれ。よし、よし、ゲット。よし、ゲット。その石には妙な癖がある。変だけで下の石とつながるんだ。石は真下に何もなくても下の段の石と石を円でつなげて階段を作ることが全てのアクションの基本になる。一段ずつ上に登れるルートを作ってゴールを目指そう。よし、ゲット。よし、ゲット。アンドゥよし。エッジ。
だ？っていうかこれ何？お互い生き延びられたらまた後で会おう。おい待ってくれよ。鐘の音が聞こえたらゴールはもうすぐだ。画面左に表示されるマップを見ればゴールまでの距離がわかるぞ。さらにセーフティーではゴールしなくてもスキップで、どうしてもゴールできないときはポーズメニューにあるスキップを使ってみよう。よし、ゲット。よし、ゲット。よし、出れるってことか。新しいゲームの始まりだ。せっかくなら次からは扉の先にとびっきり面白いものを用意してあげよう。明日の夜再会が楽しみだね。ねえ聞いてる？ねえってば。ちょっと聞いてんの？ああ、うん。なんか疲れているみたいだけど大丈夫？さっきからぼーっとしてるし。ああ、ごめん。仕事朝からだったから。暮らしの若い男性がまるで高齢者の孤独死のような状況で発見されたこの事件、詳しい死因はまだ特定できておらず、警察では事件と事故の両面から捜査するとしています。なおって始まってるから。おい、さあビール2つで。はい。キャサリンさん、最近やたら親が電話してくるって言ってね。何を気にしてないって言ってんの？フェザーだろって普通ねえ先輩。それってどうなの？つうか先輩はまた当たっちゃってくださいよ。いいって嫌なんだよ。ああいうの。あ、それって結婚しろって意味じゃないの？あれ？え？うわ！うわ！よっ。おい、大丈夫か？君、家は？なあ、君、あ、名前は？リン。リンっていうのか？で、誰のことでしょう？ジュンク！壊滅的だったな。そういうこと言わないの。一生懸命弾いてるんだからさ。ヴィンセントさん、ピアノ
どうでしたか？うん、まあ、その、よかったぞ。ほら、やる気が感じられて。ありがとうございます。イメージではもっとパララんって感じで弾けると思ったんですけど。気にすんなって。誰だって最初からうまくいくわけじゃねえ。そうですよね。頑張って練習します。その前にこのバー潰れるんじゃないですか。ぐたっ。じゃあまた後で。おう。まあ人間誰でも欠点はあるもんさ。つうかあんだけ見た目が可愛いきゃあとはどうでもいいだろう。それにしてもなんすか、変な奴に追われた美少女とぶつかるって。こんな安いドラマみたいな話ありえなくないすか。あったんだからしょうがねえだろ。彼女マジで記憶ないのか。エリカがあの子連れてったんだろ。医者はなんて。特に異常なし。一過性のもんじゃないかってさ。ピアノを弾きたいってこと以外何も覚えてないみたいよ。でヴィンセントのお隣さんになったって。ああ、隣が引っ越したばっかで空いてたからな。手出すなよバカ。そういう目で見ねえよ。こっちはおっさんだぜ。にしても助かったよ、お前らが協力してくれて。ね、バーで働いてもらうっての明暗だったでしょ。ここなら私やあんたたちもいるし、逆に警官だっているもの。追われてたってんなら人目があった方が安心だしな。まあ。エリカ、あの子雇ってもらえたみたいだな。記憶ないのに放り出せないでしょ。素性は謎だけど悪い子じゃなさそうだし、ジョニーも言ってたけど、あの子なんか危なっかしいっていうか、ほっとけないわ。追われてたとか言うし。っていうか誰に、なんで追われてたのよ。それが全然わかんねえみたいでさ。そんなことある？ちょっとよく聞いといてよ。あれから何もないか？はい、大丈夫みたいです。あの、ありがとうございます、助けてもらって。それから部屋も仕事も何も覚えてなくて、あの時本当に怖かったので、優しい人に会えてよかったです。よせって、ただの成り行きだよ。それでもヴィンセントさんは命の恩人です。ヴィンセントさんのためにも明日からここで一生懸命働きますね。あれめよ。まあでは時折携帯電話に着信があるぞ。一部のメールには返信も可能だ。ヴィンセントが発言したり報道し、何を意味するかはまだ秘密だが、ヴィンセント…ねえ、私たちさ、何年目だっけ？結婚か…いずれとは思ってたけど、仕事変わったばっかだし、苦労はかけたくないよな。急に親の話とかって彼女らしくないよな。ゆうかあれめよ。電話だ。キャサリンか。
もしもし、ヴィンセント？私だけど。ああ、何？今日さ、夕方で切り上げちゃったでしょ。私の都合だし、その謝っとこうかなって。なんだ、そんなことか。そんなことって何よ。残念じゃなかったわけ？いや、別にそうは。もういい、かけて損した。おやすみ。あんま遅くまで飲んでちゃダメよ。アンケート調査の結果、理想の相手に何を求めるかという質問に対して、容姿、性格の他に声と答えた方も意外に多く。そんな調査結果を踏まえての質問です。もしこんな声をしてる女の子に迫られたら、思わずコロッと理想の声のタイプを選んでください。こんな登り方も使えんじゃねえか。俺が見つけた技を教えてやろうか。ああ、ぜひ頼むよ。よし。ピラミッドについて説明。登りたい高さとピラミッドのようどうだぐ。スライドに石を辺の特徴、辺と辺でくおお、どうだい。いや、とにかく俺が分かってます。この危険ないかなりの技が。あんた大丈夫か？しっかりしろ。とにかく正気に戻って。こんなところでも他人の心配とは。そうだ、そんな君には油田をやろう。油田？おっと、いつもの癖が。忘れてくれたまえ。久しぶり。いや、ここでは初めましてか。
国会の部屋へようこそ。お前誰だ。管理者とでも言っておこうか。この新たな悪夢の世界だね。しかし変化の気配が強くなったな。あんた向こうの世界で何をしたんだい。まあいい、どのみちあんたたち子羊はここで死ぬ運命にある。はあ、ふっ。でも殺す前に命の価値を確かめたい。だから質問に答えてもらうよ。第1問です。あなたが恋人に求めるものは何ですか。自分の気持ちに近いと思う方のロープを引いてみてね。選んだのはそっちか。ちょっと意外だな。言ったろ、僕はあくまで管理者だ。あんたをここへ落とした奴は別にいる。ちなみにあんたの知ってる人だ。みんな腹の中では何を考えているか分かったもんじゃない。真相を知りたければ生き残り考えるといい。じゃあ次の試練に向かおうか。なんなんだよ今度は一体。よし、ゲット。Do not die. よし、ゲット。ふっと。よし、ゲット。よし、ふっと。もしかしてお困りですか？今ならアンドゥで巻き戻せますよ。よし、ゲット。おい、下を見てみろ。周囲の石をすべて普通の石に変えることができる。よし、ゲット。よし、ゲット。白い石を使うと足元に石。お困りですか？今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。使っちまえ。絶対に逃がさないから。よし、よし、ゲット巻き戻すのも手ですよ。絶対に逃がさないから。逃げんな。
て逃げ切ってやる。よし、よし、なかなかだ。よし、ほっとくか。こいつでどうだ。よし、ゲット。よし、すごいな。アンデュー。よし、ゲット。た時はアンドゥーすると良いかもしれません。逃げられると思ってんの。よし、ゲット。よし、ゲット。罪人監獄は終わりだ。今夜もなんとか乗り切ったみたいだね。明日の夜また会えるのを楽しみにしてるよ。昨日の約束通り、あんたに面白いものを見せてあげるよ。これは遥か昔のこと。あんたが幸せってやつを感じてた頃の思い出さ。今日ごめんね。ベーコン真っ黒で苦かったでしょ。あれくらいカリッカリの方がうまいって。仕事忙しいんだろ。大丈夫か。平気。お腹出てきたでしょ。野菜食べてよね。ケチャップならたっぷりかけてるぜ。あれ野菜じゃないから。だったらいや、ちょっともう一度運動すれば痩せるだろう。まあ美しい思い出に少しは気が晴れたかい。自分が何を手放そうとしてるのかよく考えるといい。続きは明日だ。あんたが生きてたらの話だけどね。まさか。おい、レイ、いるのか。大丈夫か。ヴィンセントさん、おはようございます。ディーン、体は大丈夫か。なんともないです。突然ですが、そこのあなた、
運命の人っていると思いますか？あ、ずっと探します。募集中です。てかもうそんな土地違いますよ。アニメっぽいっすね。出会えてない。いてほしい。絶対いてほしい。ではもし運命の人に出会えたらどうしますか？何でもしてあげたいですね。いや僕結婚してるし、僕子供いるんですよ。絶対掴んで離さない。結婚します。どうするよ。どうする。自分の気持ちに気づいちまった以上、嘘つき続けるわけにはいかねえよ。この体好きにしていいんだよ。あなたの理想の恋人になってあげる。キャサリン、ヴィンセント、信じてるから。どんな時でもそばにいますから。マジ告白されたんすか？ま、誰がどんな恋愛しようが自由っちゃ自由だが、お前はチェックメイトってわけか。浮気男が呪い殺されるっての、例の開始事件のことらしいぜ。あなたは未来に何を望むのかしら？勝手だってことは分かってる。そう、あなたが選んだのってどんな女性なの？今時珍しくもないでしょ。女の子同士でくっついたら俺の恋愛対象が2人も減っちゃうじゃないですか。一応言っておくけど、本気になるんじゃないわよ。殺されるかもしんねえけど、ま、修羅場は確実だろうな。やっぱ、そっか。うわぁ、全部あいつのせいね。だからなんで俺ばっか。やっべぇ、赤ちゃんが泣き止まないときはこのおもちゃ、暴れん坊放題。よし、さばきの光よ。今のうちに。おっと、よし、これまでとは違う未来もあるかもしれないって思えたんだ。思ってたより世界って何でもありかもな。来たね、子羊さん。新しいゲームの始まりだ。やっぱ感謝しかないっすね。出会えてありがとうって。